こんにちは、メルチョコです。今回はシャネルのココハンドルのエクストラミニのバッグのレビューとどんだけ中身が入るかなどを紹介していきたいと思います。はい、でこちらがココハンドルのエクストラミニという新しいサイズになります。ココハンドルはすごく大人気で、すぐにお店に入っても売れちゃうほどで、結構みんなで争奪戦なんですけど、今回新しくエクストラミニというサイズが出まして、こちらがサイズを測ると19センチぐらいになるんですけど、次にちっちゃいサイズが24センチかな、そうですね、次にちっちゃいスモールの XS というサイズが24センチになっていて、こちらはもっとちっちゃいサイズになります。で、今までは一番小さいサイズですと斜め掛けができなくて肩にこう掛けるタイプになっています。なので私はどちらかというと斜め掛けをしたいタイプなので、もう一個上にすると斜め掛けができるんですけど、それだとカバンが結構大きくなってしまって29センチになります。で、私は荷物が少ない方なので29センチのバッグだとちょっと大きくて、そうですね、29センチだとこんぐらいあるんでちょっと大きいかなっていう感じで、こちらだと斜め掛けができるんですけどっていうので、なかなか結構諦めてたんです。ですが今回はエクストラミニということで斜め掛けがなんとできるんですよ。こんな感じで斜め掛けができます。でこちらがシャネルでは珍しく、ここをショルダーを外すことができるタイプになっていますね。こんな感じで外すことができます。でこちらは素材がキャビアスキンの素材に、金具がシャンパンゴールドになります。で後ろにもポッケがついていて、マチもこんな感じになります。で中を開けるとこんな感じです。ちょっと見にくい、ちょっとちっちゃすぎて見にくいんですけど、ここに1個、ここに真ん中に内ポケットで、ここにファスナー、一番奥にファスナーのポッケがあります。まあ、ここはもう本当にちっちゃいものしか入らないです。結構皆さんこちらはすごい可愛くてすごく人気なんですけど、荷物はとにかく入らないということで、この中にどんだけのものが入るかをちょっと入れていきたいと思います。だいたい私の荷物がお財布、家の鍵、車の鍵、口紅、リップ、今は消毒液ですね。消毒液、ファンデーション、お直し用のファンデーション、で今お守りとハンカチですね。こちらがだいたい最低限の荷物になっていきます。ちゃんと入るかちょっと入れていきたいと思います。では入れていきます。でまずはお財布を、前の方がマチが大きいので前に入れます。次に車の鍵、かさばるのでカードキーをの方を入れます。次はお守り、お守りは一番奥のこのファスナーのポッケに入れます。今こんな感じです。で次にファンデーションは後ろのポッケに入れて、で次鍵ですね、家の鍵を入れ、消毒液、リップ、
で、口紅入れるとこんな感じです。まあまあパンパンけど、なんとか入ったって感じです。この真ん中の、この内ポッケは本当に多分駐車券とかぐらいしか入んないかなって感じですね。で、ハンカチですね。ハンカチはもうこうやって上に乗せる、乗せてって感じで、これで何とか閉まりましたっていう感じで、もう本当にパンパン。最低限で結構パンパンな感じです。もうちょっとハンカチは、ちっちゃい方がいいかもしれない。もっと薄いものがいいかもしれないです。あとこれ今携帯入れてないので、もう携帯はもうポケット、服のポケットとか手で持つって感じになりますね。携帯だけが入るかどうかは、携帯だけ、あ、ギリギリ入りますね。ギリ携帯入りますけど、携帯入れたらちょっとお財布入れなくなっちゃう。もう小物が入らなくなるので、やっぱ携帯は手で持つかポケットに入れるのがいいかなと思います。すごく可愛いんです。基本荷物少なくてもあんまりキュンキュンって感じなんですけど、今ちっちゃいカバンがすごく流行ってるので出てきたのかなと思います。こんな感じです。かわいい。ポカハンドルをちょっと悩んでるなと思っている方がいましたら、参考になれば嬉しいです。はい、今回はシャネルのココハンドルのバッグのレビューと中身の紹介でした。次回の動画も見てください。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは、ごきげんよう。